こんばんは、ノクさん。メッセージありがとうございます。今回はですね、ノクさんグッズの紹介をしていただきましたね。はい、商品いっぱいあってね、分かりやすかったんですけども、実際にノクさんが例えばこれね、商品を手に取ってこういうふうに使えますよとか、こういうふうなメリットがありますよっていうふうに紹介するともっとね、売れやすいんじゃないかなと思います。例えばね、こんな感じですよね。実はね、今ちょうど手に取ったデジカメなんですけども、2種類あります。こちらが、これがソニーのね、最新機種で VG10 というね、Vlog 用のカメラなんですよ。要するにデジカメでありながら動画、特に自撮りに特化したカメラなんですよね。こういう風な感じです。はい、で、このモフモフがついていて、実はこのマイクがね、ものすごく高性能なんで雑音が入らないのと、よく声を拾うんですよ。そしてですね、ちょっと今お見せできないんですけども、特徴的なのが商品レビューレンズっていうのがついてまして、商品レビューをね、バンとするときにこう商品をバッと前に出すと、フォーカスがだいたいこの目に当たるんで、こっちがボケちゃうんですよ。でもこの場合は、このカメラの場合はバンと前に出すと、目のフォーカスを無視してこっちの商品にフォーカスが当たってくれるんですよね。で、商品を 手前に引くと、今度は顔の方にフォーカスが当たるってことで、商品紹介するのにものすごく向いてるんですよね。それが特徴の一つなんですよ。そしてね、もう一つの特徴は、背景がうっすらとね、いい感じにボケるんですよ、このカメラ。何もしなくてもすごいでしょ。この2つ、そして高性能で音がとってもよくって、画像がとっても綺麗だということですよね。これね、10万円ぐらいするんですよ、このカメラ。すごいでしょ。で、最近買ったんですよ。で、私がずっと使ってたのがソニーのクールピクス S6900。 これね、1万円ぐらいでメルカリで買ったんですけども、2014年の作品なんですよね。だから 5,6 年前の、言ってみれば 5,6 世代前の機種なんですよ。でもね、バリアングル液晶ですし、自撮りしようと思ったらここにね、スタンドがついてるんですよね。だからこういう風な感じで立てたりすることができます。すごくいいんですよ。でもまあね、マイクの状態とか、カメラの進化についていけなくって、私はこっちを買ったんですよね。でもこっちで撮影することはやっぱりやめようかなと思ってこっちにしました。なんでかっていうと、実はね、高性能すぎて、画質が良すぎて、音質が良すぎて、データが重いんですよ。ですんで、動画を YouTube にアップロードするのに、通常のこちらのね、5倍、6倍時間かかっちゃうんですよ。で、私みたいに動画量産タイプは、このカメラのこのね、クオリティだと、動画のアップロードができなくってね、もうどうしようもないんですよ。ということでね、せっかくいいカメラなんですけど、私には向いてないということで、こちらのカメラに戻りました。で、このカメラはね、1個1万円前後で今でもメルカリで売ってるんで、私ね、4台持ってるんですよ。同じの4台買ったんですよ。色まで同じなんですよね。色は何色でもいいんですけども、そうなると壊れた時に部品が別のカメラに流用できるのと、今これ撮影してるカメラ、これと一緒なんですよ。これとね、この撮影してるカメラ見えますかね。ちょっと映ってるでしょ、ここに。同じカメラが、ということでね、こちらのカメラに万が一トラブルがあった時に、すぐにね、同じ動作でこっち使えるんですよ。なんといってもね、バッテリーも同じ、 SD カードも同じ、部品も同じ、操作法も同じなんで、すごく使いやすいです。ここにもね、撮影ボタンがあったりするんですよね。で、これはデジカメなんで、動画というよりもどちらかというと静止画に向いてるんですよね。ですんで、だいたい動画の撮影時間というのは10分から長くて20分に限られてきます。こちらは1時間連続で撮れるんですよ。ということでね、商品の違いお分かりいただけるでしょうか。私がどちらを選ぶかっていうと、高性能のはずなんだけども、買ったばかりなんだけども、こっちなんですよね。こういうふうにね、私の商品っていうのは、私に合ったものを使う。例えて言えばですね、私は今ね、ポーカーで言うと3の3カードを持ってる状態なんですよ。3の3カード、3カードの中では強い方ではないですよね。そこにエースが入ってきたんですよ、エースが。でも3カード、3の3カードは3の3カードですよね。だったら逆にもうね、エースじゃなくていいんで3をくださいって話なんですよ。そうすると3の4カードが完成するんですよね。私にとってはこのカメラの方が4カードに近いのかなと思ってるんですよね。ということでね、今商品紹介をしたつもりなんですけども、いかがだったでしょうか。高性能のものがいいことばっかりではないかなということなんですよ。今回ね、ノクさんが紹介してくれたのは、グッズですよね。アメニティグッズとかね、バッグとかスマホのケースとかいろいろなんですけども、ちょっと比較するものとは違いましたけども、ノクさんのこれキャラクターが入っているものとかね、やっぱりノクさん自身が持つものにはすごくね、もうパーソナリティが出ていいんじゃないかなと思いますし、私が持つんだったら、例えばスマホケースだったらね、そっかしグッと入ってるやつとか持ちたいなと思いますし、そうですね、私の場合こういうのを持ってるんですよ。ちょっと失礼しますね。スマホケースでナイトライダーですね。こういうのを作って持ってます。これ使うこともありますよね。こんな感じです。スマホがあるでしょ、ナンバープレートがケースになってるんですよ。
これはまあ私があのナイト2000仕様のトランザムを今乗ってますんで、だからスマホケースもこれにしたらどうかなっていうことでね使ってるんですよね。うん、まあその他ね、私はスマホ2台持ってるんですけど、もう1個の方は後ろがやっぱりナイトライダーみたいな感じになってますね。こういう風にやってます。で、以前はねここに速稼塾って入ってたんですよ。そうすると、あ、皆さんのところにね、まあオフ会とかで行った時に撮りますよって時にここに速稼塾って出るんで、まあみんなでねわーっと笑えるみたいなことがありましたけどねはい、そんな感じでね、今回はあのデジカメとあとスマホケースの紹介をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。なんかね欲しいなと思う気持ちにはならなかったかもしれませんけども、私がなんで欲しかったのか、そして手にしたのかってことが分かりやすかったんじゃないかなと思います。まあノクさんもね紹介動画を作っていただきましたんで、うん、まあノクさんだったら、まあ、スマホケースのこと紹介されてましたけどもね、どのグッズはどういうふうに使うといいですよっていうのがあると、まあ、もしかしたらセールスに近くなってくるのかなと思います。まあこれからもね時に触れてノクさんご自身のグッズねどんどん紹介してみてください。きっとねこのセールスっていうのは多くの方が苦手とするところだと思うんですよ。人に商品を紹介してお金をいただくっていうプロセスは当たり前にビジネスとしてあるんですけども、ただね普段慣れてないとなかなかできなかったりするんですよ、うん、私の場合はね商売だけの人生だったんで、目の前にいる人にこれ3000円ですよとかね、これ2万9800円とかって売るのがもう当たり前になっちゃいましたけどね、うん、むしろね売ってあげた方がいいなと思ってる部分もありますよね。世の中で物を売る人がいなくなったら私たちは本当に困りますからね。ということでね、セールスのちょっとしたマインドセットをお送りしましたけども、いかがだったでしょうか。あ、またこれからもね、ノクさん、動画のキャッチボールができたらいいなと思っております。ところでノクさん、あのお面なんですけども、あれはどうしてあのお面にされたんですか。うん、あの狐のお面、夜店のなんかお面ですよね。あれを手にしてるっていうのもなかなかすごいなと思いますけども、ノクさんのなんかのお住まいの地域であれになんかゆかりがあるのかなと思っちゃいました。またねあのお面に思い出などがございましたら教えていただければ幸いでございます。それではありがとうございました。